次へ中無限へと散らばれ始まりの愛にしえいかしえ FM 897 Utah at home みんなおかえり。インターフェーム897 NCT127 Utah の Utah at home。 毎週金曜日の夜11時、僕 NCT127 の Utah が DJ を担当しています。皆さんこんばんは、今夜の M ステ見ていただいたでしょうか。皆さんどうでしたか。僕自身すごくやっぱり出たかった番組の一つなのですごく嬉しかったし、まあやっぱり緊張しましたね。すごい緊張したんですけど、でもねすごい楽しい時間になったし、本当にね支えてくれたみんなのおかげだと思っています。まあ一つ強いて言うならば、次はねリモートじゃなくて直接スタジオに行って、あのね階段から降りてみたいななんて思ったりしていました。なのでね、これからも僕たち NCT127 をぜひね呼んでいただけたらなと思います。そしてもう一つですね、メンズノンノの方は、皆さんの手に渡りましたでしょうか。メンズノンノの方もねもちろんかっこよく撮れてますし、すごいたくさんね僕たちの紹介をしてくれたり、盛りだくさんな内容になっているので、皆さんねぜひ見てほしいなと思います。そして、27日にはですね、これまた初表紙を飾らせてもらったエルジャポンの雑誌も出ますので、皆さんぜひ期待してください。ということで、僕にどんどん皆さんの声を届けてください。番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897 @interfm.jp、 ゆうた897 @interfm.jp です。僕ら NCT127 の曲はもちろん、その他ね皆さんに僕が今届けたい曲をたくさん今夜もオンエアしていきます。それでは早速なんですけど、まずは1曲目を皆さんにお届けしたいと思います。 NCT127 でチェリーバームブン。インターフェーム897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 でチェリーバームでした。はい、まず先々週に出題したユータクイズの正解発表からいきたいと思います。僕ユータをね知ってもらいつつ、マニアックなユータ知識を身につけて、僕ユータ博士になってもらおうという企画なんですけど、第7回の出題はですね、休み時間のサッカーで学校の窓ガラスを割ってしまった僕ですが、先生にはあまり怒られなかったそうです。はい、それはなぜでしょうかという、問題だったんですけど、今回はね前回とはちょっと違って、意外と正解者の方が多かったそうですね。ということは皆さんもそういう経験が終わりなのかなっていう、思ったりね、そう思ったりしてました。早速なんですけど正解発表していきたいと思います。正解は、一緒にいた友達がみんな僕も一緒にやりましたとかばってくれたからでした。これね、これすごくないですか。ドラマみたいじゃないですか。サッカーをねよくしてたっていう話を先々週したと思うんですけど、まあそんなね恋でやったわけじゃないんだけど、こう窓ガラスをバーンって割っちゃったわけ俺が。でやっべーって思うじゃんって思って、わーこれめっちゃ怒られるわーと思って、先生がこのホームルームでさ、じゃあ誰がやってんって言われて、いや僕やりましたって言ったら、もうね後ろにいた俺の友達が、いや僕も一緒にやってたんで一緒に怒られますっていうのを言ってくれたのよ。それで結局、まあまあ怒られたは怒られたけど、なんかこうみんなで怒られたから、すごいなんか怒られたんやけど、めっちゃ気分がねこう温かくなりました。いいやつらやなと思って、うん、っていう学校生活一回ありましたね、そういう経験が。正解者の方々ねいたので、お名前紹介していきたいと思います。いきます。クイズ正解者、テイルズバタフライ極めてる人間さん、すごい名前ですね。けむりさん、かおりさん、さちおさん、はなさん、
リンカさん、メルさん、リナちゃんさん、糸わかめちゃんさん、ダナモさん、RE ハートさん、コトラ127さん、おめでとうございます。はい、正解の方々すごいたくさんいらっしゃったんですけど、お名前紹介できなくてすいません。でもおめでとうございます。早いものでもうユータクイズ、ユータ博士クイズももう8問目に突入しようかというところなんですけど、ユータ博士は果たして誕生しているのでしょうか。それでは第8問目いきたいと思います。そうですね、これは僕ユータがその東方神起先輩に憧れて SM のオーディションを受けたんですけど、そうじゃなくて実は結構幼少期の頃からその音楽だったりダンスっていうのにはちょっとね触れ合いがありました。それはなぜでしょうという問題ですね。これは多分ね言ったかもしれないし言ってないかもしれないし、俺のそのユータ博士な人はわかるかもしれないけど、結構ね聞き逃してる人も多いかもしれません。はい、ヒントはですね、これヒントを出しちゃったらわかるかもしれないんですけど、僕のそうですね、家族ですね、家族の影響で少し音楽だったりダンスだったりっていうのを見てたり少しやってみたりっていうのは、幼少期からありました。はい、ヒントはここまでです。ということでですね、この問題がわかったという方はね、答えをメールかツイッターに書いて送ってほしいと思います。番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897 @interfm.jp、 ゆうた897 @interfm.jp です。それではね、2曲皆さんにお届けしようと思います。 NCT127 で Love Me Now、 そして Full。 インターフェム897からお送りしている NCT127、 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 で Love Me Now、 そして Full でした。はい、続いての企画をどんどんやっていきたいと思います。今週はですね、ボードゲームにチャレンジして遊んでみたいと思います。その名もユータの無人島脱出。ふぅ、来たよこういう系、ボードゲーム系ね。俺今回こう事前にね配られるんですよ、こういうことやりますよ、こういうことやりますよっていうの配られるんですけど、これね見ませんでした。もう僕今回からめちゃくちゃ見ない方が面白いかなと思って、でここに今から説明しますね。無人島脱出、貨客船が嵐に巻き込まれ遭難してしまい、僕一人だけ無人島に漂着しました。果たして無事脱出できるのかというスタッフお手製のボードゲームです。今回は1から3までの数字が書かれたルーレットを回して出たマス目だけ進みます。マス目は全部で12個あるそうです。それぞれのマスに試練が書かれていまして、全部クリアして船に救出してもらえば見事ゴールです。どんな試練があるかと言いますとですね、ちょっと見てみましょうか。初めて見るからね俺。くぅ、12マスだ。ふんふん、今バーッと見てるんだけど、目に留まったやつは遭難11日目、やっぱり退屈すぎて再び大喜利。再びってことは1個あるってことだね。この人アホやな、無人島なのに何持ってきたんを大喜利するってことですね。難しい、こんなんあれやん、1本に出てくるやつと一緒やね。その他なんかあるかな。島に3日目、遭難3日目、島に謎の CG が流れてきました。タイトルは恋するタピオカ、想像でサビを歌ってみてください。やって、恋するタピオカとかなんかありそう、ありそうよね。恋するタピオカっていう曲がもうすでに世に出てそうなんですけど、じゃああと1個なんか気になるの見てみようかな。あ、またメンバーナイスあれね。遭難7日目、メンバーのみんなは僕のことを心配してくれてるかな。モノマネでゆうたさんを心配するメンバーを演じてください。 OK、 これはなんとなくできそうな気がするけどね。 OK OK、 その他、
遭難12日目まであるのでね、早速なんですけど、じゃあ、これはルーレットか、ルーレット回していこうと思います。それでは1回目やってみましょう。ルーレットスタート。てっ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 て、皆さん1日目から1が出ました。1じゃ、まずは食料確保、魚の名前を10種類30秒以内に言ってください。おお、言います。魚の名前やろ、 OK、 せーの、マグロ、サーモン、ハマチ、カンパチ、ウナギ、アナゴ、タイ、誰、みんな教えて。大トロとかあかんよな。マグロ言ったっけ、あれ、ちょっと待って。なんかあるはず。イカじゃねえな。何がある、7個言ったから、今何秒、ちょっと待って、アナゴ言ったな。意外にこういうのわかんねえんだよな。ハマチ言ったしな。10種類難しい。これどうなるんですかね。これ1日目失敗したら1日目戻るとかないんですかね。これはそのままだそうです。はい、すみません、30秒以内に10種類言えませんでした。もうなんかテンパってさ、マグロ言ったのに中トロとか大トロとかしか出てこなかったの。めっちゃアホやなと思ったけど、まあそんなことは気にせず、次行ってみたいと思います。じゃあ2回目ルーレットスタート。フォー、2かってことは2マス進むってことですね。ちなみにね、遭難2日目は夜は真っ暗でお化けが出そうですが、どんなお化けが出そうか実際に演じて教えてくださいっていう、めちゃくちゃラジオではやりにくい問題がありましたが、そこはスキップして次ですね。起きた。島に謎の CD が流れ着きました。タイトルは恋するタピオカ。想像でサビを歌ってみてください。恋するタピオカ？え？恋するタピオカ。いや、それかちょっとヒップホップにして、恋するタピオカ、えい、恋するタピオカ。ダッセーな、これ。いや、でもなんか恋するタピオカでしょ？ちょっと可愛い系だから、こういう感じじゃない？恋するタピオカ。なんか聞いたことあるメロディーですね。恋、でもタピオカ、恋するタピオカ、恋するタピオカ、みんなで一緒に食べよう、恋するタピオカ、いや、どうですか？ダッサ。まあ、そういうこともあるでしょう。ということで、次行きます。次、ルーレットスタート。3か、今3日目なので、じゃあ6日目まで行きますね。ちなみに4日目は、洞窟発見、中に可愛い動物がいます、今度こそ赤ちゃん言葉に話しかけてくださいでしたね。パスで、で5日目が寂しすぎるのでヤシの実にメンバーの似顔絵を描きました、実際に台本の裏に書いてくださいということですが、これもパスなので、6日目退屈なので1人で大喜利にチャレンジ。わー、無人島なのにボタンがあります、押すと何が起こる、無人島なのにボタンがあります、押すと何が起こるでしょ。今パッと思いついたのは2リットルの化粧水が出るとかね、飲めないしそんな感想気にしてる時間ないけど、ボタン押すと2リットルの化粧水とかファンデーションとかが出てくる、鏡とか。はい、なんか一人でやってるから反応もないし心配になってくるわこれ。まあいっか、ちょっとまあいっか、横にいるスタッフさんが笑ってくれてるので、まあ大丈夫かな。2リットルの化粧水で大爆笑じゃんこっちは。ということで6日目まで行ったんですけど、まあ、ちょうどね半分来たので一曲挟んで、ゆうたの無人島脱出再び挑戦していきたいと思います。そしてですね、じゃあここでお送りする曲は、ヨナイナウィーケンダーズの、君とドライブという曲なんですけど、この曲最近よく聴いていて、ポップなんですけどちょっと独創的で、
最近の日本の楽曲ってこういう楽曲が結構流行りだしてて、夜中とかに聴くとすごいいい感じの曲なので、皆さんもねぜひ一度聴いてみてください。それでは夜な夜なウィーケンダーズで君とトライ、君とグーインターエフェム897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは夜な夜なウィーケンダーズで君とドライブでした。今週はユータの無人島脱出に挑戦中ということでですね、番組スタッフさんが作成したボードゲームをやっております。もう一度説明します。マス目に試練がいろいろ書いてありましてですね、あっという間に終わってしまわないようルーレットの数字は3までしかありません。で、船に救出してもらえれば、ゴールですね。それでは早速なんですけど4回目行ってみたいと思います。ルーレットスタート。1じゃ1です。7日目、メンバーのみんな僕のことを心配してくれてるかな。モノマネでゆうたさんを心配するメンバーを演じてください。いつもだけどマークとジョンしか出てこないんだよな。ジョン行きます。マークから行こうか。マーク、ヒョン、ケンタナ、ヒョン、ヒョン、こんがんヘアでっていうモノマネと、あと一つジョン行きます。ヒョン、ケンタナ、願いしそうやでじ。今笑ってないんでスタッフさん、めちゃくちゃ受けてません。こっちでもすいません皆さん。もう次パスでいいですか。これ次もう行っちゃっていいですか。ちょっと恥ずかしいわこれ。すいません皆さん、俺モノマネめちゃくちゃ下手くそなんですよ。ということで次ルーレットスタート。2ですね。7日目だったんで9日目に行きます。ちなみに、8日目は満天の星空に流れ星発見、恥ずかしい願い事を3回言ってください。これ簡単ですね。この画面、何やら砂浜に文字が書かれています。早口で3回言ってみてください。きた、早口言葉。貨客船の旅行、旅客と旅客機の旅客、貨客船の旅客と旅客機の旅客。 OK、 行きます。貨客船の旅客機と旅客、これ覚え、もうちょっともう一回練習するね。貨客船の旅客と旅客機の旅客。 OK、 貨客船の旅客と旅客機の旅客貨客船の旅客機と旅客、貨客船の旅客機と旅客もうわかんなくなってきた俺な、このラジオしてすっごい身に染みて思い知らされたんですけど、俺多分滑舌そんなに良くないね。絶対そうだよね。しかもなんか客とか なんか変だよね。俺もこれさ、ラジオでさレコーディングしてるからさ、あのブースでレコーディングしてるから自分の発音悪いの全部聞こえるわけ。俺多分めちゃくちゃ悪いなって最近思い出しました。もう一回いきますね。客船の旅客と旅客機の旅客これちょっと練習しておきます。すいません。東京特許と拡張供給か休暇区画費、これはちょっと言えるようになってきたでしょ。ということでこれも練習しておきます。貨客船の旅客と旅客機の旅客。 OK、 ということで次いきます。ルーレットスタート。2ですね。11日目です。ちなみに10日目は、嵐がやってきて服がずぶ濡れに一マス戻るですね。11日目、やっぱり退屈すぎて再び大喜利。この人アホやな、無人島に何持ってきた。また大喜利かよ。この人アホやな、無人島に何を持ってきた。何があるでしょうね。ちょっと考えさせて。でーでん、一本に出たと思って。この人アホやな、無人島に何を持ってきた。めちゃくちゃ、ちょっと待って、もうさっきの2リットルの化粧水しか思いつかないよ
2リットルの化粧水とかあとなんだろうな、はい、超ハイブランドの服、それちょっと待って、それでいいですか皆さん、すいません、僕あの笑い芸人じゃないんでこの辺で許してください、すいませんでした。ということでラスト行きたいと思います。はい、1位じゃ、八百長じゃ、これは賄賂が、遠くに船を発見、モノマネ助けを呼んでください。うわー、あーモノマネか、おいおいおい、わしじゃ、わしじゃ、わしがここにおるじゃん、こっちだ、ノブさんです、ノブさん、あ、大悟さん、大悟さんで行こうじゃ、千鳥大悟さん、いや、わしじゃ、わしがここにおるぞ、おいおい、こっちじゃただのユータなんよな、これな、すいません、もうここら辺で許してもらっていいですか、今日は、今回はもうなんか意地悪ですよね、ここのスタッフさ、なんかいつもさ、モノマネとか大喜利とかさ、早口言葉とかさ、そんなばっかり入れてくるからさ、もう困っちゃうわ。でも楽しかったですね。え、これでもう脱出していいんですかね、いいんでしょうか。脱出していいとのことなので、今回は脱出させていただきます。ありがとうございます。ふう、面白かったですね。面白いんですけど、やっぱあれか、芸能界はモノマネを 1,2 個は持っとかないといけないのかな、なんかそんな気がしてきましたね。早口言葉とモノマネは必須なのかなって最近思い出してきました。はい、モノマネちょっと練習しておきます、極めます、このモノマネはね、誰か一人ということでですね、以上で、今回のギュータの無人島脱出は無事脱出成功ということで終わりました。皆さんどうでしたか、面白かったですか。俺の、まあでもあれなんだよね、このさ、無人島脱出とか、その他さ、これまでやってきたゲームもそうなんですけど、普段さ、NCT127 の時に見れない俺を多分みんなもこう見れてると思うから、その分に関して俺はありなのかなって思ってますけど、すごい恥ずかしいし、これ以降は終わるとね、なんか脱力するのよ。うん。脱力するので、ちょっとここで、NCT ね127の元気が出るナンバーを聞いて、僕もちょっとその間に回復しようと思います。それでは、一曲皆さんにお届けしたいと思います。 NCT127 でキックイット、どうぞ。インターフェーム897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 でキックイットでした。やっぱりいいね、キックイット、元気出たわ、充電されたわ、あの4分3分4分の間で。ということでね、早速なんですけど、続いてのコーナー行きたいと思います。続いてのコーナーはユータズパワープレイ、毎週テーマに沿った、僕のオリジナルチャートトップ3を発表していたんですが、今回はですね、前回、前々回かな、募集したみんなからのプレイリストで、僕がね、いいなとか、お、これいいじゃん、この季節に合ってるなって思うものをピックアップしてみました。今回はですね、アンジュさんのプレイリストを皆さんにご紹介しようと思います。アンジュさんからの熱いメッセージをいただいているので、ここでちょっと読みたいと思います。ラジオネームアンジュさん、ゆうたくんこんばんは。私は3月1日に、高校卒業したばかりの18歳です。そんな私の卒業シーズンのパワープレイリストを紹介したいと思いますということです。アンジュさん、なんで僕が今回パワープレイ、させてもらったかというと、卒業シーズンなんですね。で、いろいろ今年は難しい時期なので、こう卒業式を盛大にねできなかった方とかたくさんいると思うんですけど、やっぱりその卒業シーズンのね、熱い気持ちをこう歌で紹介したいという熱い気持ちが伝わってきたので、今回はアンジュさんのパワープレイを、皆さんに紹介したいなと思いました。はい、じゃあナンバー3は、ラトウィンプスさんの正解という曲だそうです。この曲は毎回一組のアーティストと事前選考を通過して1000人の18歳世代が1回限りのパフォーマンスを行うイベントで披露された曲で、ああ今
答えがある問いばかり教わってきたよ。だけど明日から僕だけの正解をいざ探しに行くんだという歌詞が好きで、最後の制限時間はあなたのこれからの人生、回答用紙はあなたのこれからの人生、用意始めで曲を聴き終わる頃には自分の人生を楽しもうと思います。18歳という曖昧な年だからこそとても響くものがありますだそうです。僕この曲知らなかったんですけど、聴いてみてそのアンジュさんがいいって言ってた制限時間はあなたのこれからの人生、回答者はあなたのこれからの人生、用意始めっていう最後に出てくるんですけど、すごいいい歌詞だなと思いました。はい、ナンバー2、尾崎豊さんの卒業ですね。卒業はもう王道っすよね。尾崎豊さんらしいやんちゃな歌詞が印象的。この試合からの卒業という歌詞がね、私の校則やルールから放たれて卒業式に日に開けたピアスがぴったり当てはまってるなと思いました。いいね、こういうのいいよ。ナンバーワン、エグザイル道、エグザイルさんの道ですね。堂々の1位はエグザイルさんの道ですということですね。うん、この曲はでもすごい、僕ら世代からもうすぐに歌われてた曲なので、その時代をね超えて未だにこう卒業式ソングとして第1位に君臨するほどやっぱり素晴らしい曲なんだなと改めて思いました。ということでですね、ここから3曲の中から、今回は1曲をお届けしようと思います。まあ、すごいね、ナンバー3、3つ紹介してくれたんですけど、すごくどれもいい曲なんですけど、やっぱり、ナンバーワンのエグザイルさんの道を皆さんにお届けしようと思います。それでは、エグザイルで道。ユータ at home。 インターヘイム897からお送りしている NCT127 ユータのユータ at home、 メッセージも、たくさん届いています。メッセージを読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ユータは日本の宝ですさん、ありがとうございます。ユータくん、ただいま。NCT が大好きな3人組です。今度3人で神戸に行こうと計画を立てているのですが、初めて神戸に行くのでおすすめスポットはありますか？まさかの神戸、俺大阪だよ。体に気をつけてこれからも頑張ってください、応援しています。神戸か、まあ大阪出身なんで神戸はね。でも一個あるのは、あ、神戸でってこと？兵庫でじゃなくて神戸でか。うわぁ、逆に俺兵庫やったらあそこなのよね、淡路島。淡路島は俺帰ったら絶対行くとこがあって、京都の嵐山とで兵庫の淡路島に行くのね。神戸はすいません、マジでわかんないです、ちょっとごめんなさいね。でも神戸は、あ、兵庫は淡路島に時間があったらぜひ行ってみてください。すいません、体に気をつけてこれからも、頑張ってください。ユータは日本の宝です、ありがとうございます。次行きたいと思います。ラジオネーム、ほのかさん。ユータくん、こんばんは。こんばんは。ラジオ延長が決まってとても嬉しいです。可能なら1ヶ月とは言わず、これから1年2年とラジオが続くことを願っています。早速ですが、私は仕事でミスをすると、小さなミスでも私ってダメだなと思ってしまいます。ユータくんはあまりミスしないと思いますが、もし何かミスした時どんな風に乗り切っていますか？答えにくい質問だったらすいません。無理のない程度にアドバイスしていただけたら嬉しいです。すごい礼儀正しいですね。うん、ミスをすると、小さなミスでも私ってダメだなと思ってしまいますということですね。ミスか、小さいミス、まあミスは誰でもするからね。そのミスが1回目のミスとか2回目のミスだったら俺は別にあんまり気にしないけど、それを3回4回やっちゃった時はやっぱあれだよね。それそのちっちゃいミスっていうのが何回続いてるかは分かんないんですけど、そのミスをもし続いてるなら何が悪いのかっていうのを1回改善点として何か、メモに書いてみるなりっていうのは必要かもしれませんけど、そんなちっちゃいミスは別に全然気にすることないと思いますけどね。うん、ちっちゃいミスなんか俺もめちゃくちゃするよ。俺なんかめちゃくちゃあれじゃん、知ってるじゃん、そのほらおっちょこちょいだからさ、すっごいたくさんミスもするし、何してんだよって言われるけど、それしょうがないもんね、もうだって俺の性格だもんそれ開き直りましょう。はい、ということです。頑張れほのかさん、大丈夫です、
はい、その代わり周りの人は大切に、はい、ミスをしたらしっかりすいませんでした、ごめんなさいって謝れば大丈夫です、頑張ってください。ラジオネームベビー手に負えないゆうたみのかほさん、はい、ゆうたくんこんばんは。ラジオを聞いているとあまりにもゆうたくんの声が心地よすぎてついつい寝落ちしちゃう、くく、ベビー手に負えないゆうたみです。はい、ありがとうございます。僕のパートですね。私は先日無事に高校を卒業しました、おめでとうございます。そして早速初めて髪を染めようと思っているのですが、重度の優柔不断な私はなかなか色が決められません。ここで一つ質問です。ゆうたくんは優柔不断な方ですか？うん。またもし選択肢がいくつかあってなかなか決められない時があったら、どのようにして決めていますか？ありのままのゆうたくんが大好き、今年もどこまでもついていきます、ありがとうございます。優柔不断な方、いやでもこれ何を決めるかによりますよね。なんかめちゃくちゃ大事なことだったら結構優柔不断になるかもしれないですね。髪の毛とかだったら全然すぐ決めちゃいますね僕。だって気に入らなかったりやり直したらいいじゃんって思っちゃうからやり直しちゃうんですけど、まあ女の子はそうもいけないですよね。髪の毛染めて傷んで伸ばしてたりしたら切らないといけないとかね、いろいろ女の子はあるからね、難しいところですけどね。まあ一回やってみないとね分かんないので、早速髪を染めてみようと思いますっていうことなので、自分のしたい色をね一回、してみてください。はい、もうそれしか言えないですね。まあただね、髪の毛の傷み具合が気になるとかだったら、まあブリーチはやめてね、なんかちょっとブリーチしなくてもできる髪型にしてみたり、はい、そこは多分ラジオネームベイビーテニオーエナユータミのカホさん次第だと思うので、好きな色に染めて自分の人生楽しんでみてください。はい、皆さん今日もたくさんのメッセージ、お便りありがとうございました。やっぱり1時間経つのは早いね。今日はもうユータの無人島脱出がもう8割を多分占めてると思うんですけど、皆さん楽しかったですか？今日も俺はねすごい楽しかったです今日も。まあ、やっぱりこのなんかゲームだったり、まあ、ゆうた博士もそうですし、こうみんなのねお便りだったり質問だったりっていうのを読んで答えていくっていうのはね、なかなかこう機会がないとできないことだからすごい楽しいです。うん、まあもう今週のねラストナンバーの時間になってしまったんですけど、NCT127 で、ギミギミ お送りしたのは NCT127 でギミギミでした。今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか？皆さん、客客船の旅客と旅客機の旅客、これねダンスとかさ、ダンスあるあるなんだけど、練習するじゃん、20分後にやるじゃん、できないの。でも1日寝たらできるから、俺次のラジオでこれちょっと挑戦するわ。うん、今はその20分後だから、一番ぐちゃぐちゃになる時だからね。みんな多分ダンスやってる人はわかると思うけど、はい、ということで皆さん、これからもね皆さん僕に、どしどし皆さんの声を届けてほしいなと思います。番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897 @interfm.jp、 ゆうた897 @interfm.jp です。さて皆さん、まあ冒頭でもね僕が M ステの話はしたんですけど、どうでしたでしょうか？パフォーマンスはねやっぱりこう NCT127 らしいパフォーマンスを見せてきたんじゃないかなって思っています。これからもねもっともっと日本で活躍したいと思ってますし、そんな中ねこのラジオ12月から始めて、まあ1ヶ月の延長も決まり、あっという間に3月も、3回目を迎えました。皆さんの応援の声、そしてね僕も毎回元気をもらっていますし、本当に、嬉しいですし、皆さんのこの声があったからこそここまでね続けてこれたと思っています。そんな皆さんからの声にお応えできる嬉しいお知らせをここで発表したいと思います。 NCT127 ユータのユータアットホーム、4月から JFN 系列の全国 FM 局でのオンエアが決まりました。ふぅ、
放送時間は、30分とねちょっと短くなるんですけど、これからね長く長く皆さんと続けていける番組になれるようにこれからも僕自身楽しみながらお届けしていきたいと思います。もちろんここインターフェーム897でもお届けしつつ、全国のいろいろな FM 局でも聞けます。はい、ゆうたみからの応援があってこそのね延長ということなので本当に皆さんありがとうございます。なのでゆうたのゆうたクイズの答えもどんどんどしどし送ってもらえたら嬉しいなと思います。今回は記念に抽選で番組特製ステッカーをプレゼントします。はい、どんなステッカーになるか皆さん楽しみにしていてください。それでは来週もインターフェーム897でお会いしましょう。金曜日夜11時になったら僕の部屋へまた遊びに来てください。 DJ は NCT127 のゆうたでした。それではみんな行ってらっしゃい。バイバイ、頑張ってね。溢れそうな My Heart、 君とのロブロメスはきっとこれから一緒に倒せば君が映る景色はこの見つけた背中に声をかけるのがドキドキするくらい You're my first love、hey. You're my first love、hey. You're my first love